いや今ね漫才大会の最中なんですけどね、3時間半の長丁場ですよね、まるで来てるお客さんも1000人入ってますからね、お客さんはですねまるで新宿2丁目に来たような気分でしょうね、うん、いろんな芸を楽しんでるってね、ねずっちです。舞台でやってんだからこっちがちょっとダメだ。じゃあまた。整いました。デング熱とかけまして嫌いなチームの試合と解きます。その心はできれば感染したくない。ねずっちです、ね、今デング熱が話題ですけどね、本当なんか蚊が原因だなんて言ってましたよね、だから臭いものみたいな感じですよね。蚊がなきゃいいのにって。整いました。ボジョレ・ヌーボーとかけまして無遅刻無欠勤と解きます。その心はどちらも解禁しました。ねずっちです。11月20日ですね、ボジョレ・ヌーボーが解禁しました。まあね、ボジョレといえばね、毎年毎年こう出るもんですからね、言ってみれば、予備校の、ね、生徒が少ないみたいなもんですね。どういうことかって、熟成があまりないってね。ねずっちです。ニュースを読んでいたらですね、サザンオールスターズの皆さんが、31年ぶりに、紅白歌合戦、出場が内定したというのをやっておりました。まあ、あれですよね。もっとね、こんなに前もって決まるとは僕は思ってなかったんですね。もっと直前に、いきなり決まるんじゃないかなってこう思ったんですよね。なんでって？それはやっぱり、サザンが急になるってね。ねずっちです。サザンだけにね、エリーを正してみました。いつもやってるか。整いました。衆議院とかけまして、お寿司屋さんと解きます。その心は、そこに解散があるでしょう。ねずっちです。衆議院が解散ですね。で、どうなるかっていうとですね、まあ、場所をこう占領するようなもんですよね。そう、選挙ってね。今回の選挙は最大の争点はどこになるかなんていうのが話題になってますけども、安倍総理はですね、一人心の中で笑ってるらしいですね。うん、その選挙の争点と一緒でね、アベノミクスって言ってましたよ。この後はですね、ラジオねずっちの浅草芸人堂の収録が始まります。全国8局ぐらいで聞けますんでね、もし聞ける環境の方はぜひ聞いてみてください。ではました。進撃の巨人映画実写化とかけまして麻雀と解きます。その心は、はい、役が気になります。ねずっちです。進撃の巨人映画実写化ね、配役決まりましたけども、原作にはないね、新キャラも出るらしいですね。どんな新キャラかっていうとですね、中日の落合 GM の息子が炭酸水を配布するようなもんですね。うん、福士、ソーダ、クバル、こんな名前の3人も出てくるということで、まあ他にもいっぱい新キャラいるんですけども、それは実際映画を見てのお楽しみということで。ただですね、進撃の巨人もいいんですが、僕はクライマックスシリーズ、そして日本シリーズと、快進撃の巨人も見たかったですね。深田恭子さんがね、サーフィン姿を披露して、これがもう大反響を呼んでるっつってね、すごいですよね。サーフィンで大反響、これはもう二つの意味で波に乗ってるなっていうね。僕もその写真見たんですよ。もうほんとね、サーフィン姿がね、まさに板についてるっていうね。こっからは僕の想像ですけどね、深田恭子さんで多分ね、アメ車乗ってると思いますよ。うん。だって体型見ました。すっかり引き締まっちゃっててね。多分乗ってるアメ車も、シボレー。ねずっちです。この後、静岡で仕事でーす。ニュースで、載ってましたけどね、世界の人口の約3割の人が肥満気味、あるいは肥満なんだそうです。死因の約 5% が、肥満なんですってね。ということで、だから不思議ですよね。死亡の原因が、こういう死亡だっていうですね、結果になっているわけです。ですからやっぱりですね、ダイエットが必要になってくるんですよね。まあでもダイエットって言ってもなかなかうまくいかない。このダイエットをね、言ってみれば東京の地下鉄みたいな感じですね。日々痩せんってね。ねずっちです。
はい、マクドナルドの新商品ね、カーリーポテトフライ、これがなんかすごく話題になってますね。ネットではでも賛否両論あってですね、待ってましたみたいな意見もありましたけどね、見た目ねすごく美味しそうなんですよ。写真見たらね、もう見た目がこう渦巻いてるんですね。だからガチガチに気合が入った人みたいなもんですね。肩力すごい。もう形からすごいんですね。賛否あってですね、ちょっと沖縄の某チェーンのですね、やつに似てるんじゃないかとかね、パクリなんじゃないかとか言われてますけど、まあその辺どうなんでしょうね。わかんないですけど、ただ美味しそうなんで、近々パクリと食べちゃいたいと思います。整いました。松坂大輔とかけまして、カバンを口に加えると解きます。その心は、カムバック。ネズッチです。嬉しいね。松坂投手がですね、日本球界復帰ですよ。復帰する球団がですね、おじいちゃんと銀行に行く、すいません、ソフトバンクね、ソフトバンクホークスに決まったなんていうニュースがありましたけどね。いやー、ここで日本でもってね、こう完全復活してほしいですね。もうナイスピッチングが見たいですよ。言ってみればね、クイズに答えるようなもんですね。そう、回答が見たいってね。なんかセブンイレブンがね、2015年から店頭でドーナツを売るらしいですね。これはなんかセルフ式のね、コーヒーとの相性がいいんじゃないかっていうことでなんか売り出すみたいなんですけど、確かにね、コーヒーと甘いドーナツ、これいいかもしんないですよね。この相性を言ってみればね、恋人みたいなもんですね。そうでしょ、だってホッとできて、そして甘い時間を過ごすってね。ネズッチです。最近嫁とは甘い時間過ごしてないですね。昨日ね、横綱の白鵬が32回目の優勝をね、しましたけども、本当にすごいですよね。これはもう歴代1位なんですね。大鵬と並ぶ記録なんですね。だから言ってみればね、鯛を裁く料理人みたいなもんですね。つまり裂いた鯛ってね。まあでも本当に強いですよ。長引くストライキみたいなもんですね。そう、ストロングってね。ネズッチです。今日は事務所ライブです。仲良く漫才してきます。サイトでね、小学校4年生になりすまして、どうして解散するんですかなんてやってた人が、わかりましたね。言ってみればこっそりと結婚式に呼んだのに、それが周りにわかっちゃうみたいなね。そう、正体がバレたっつってね。でもね、なんか NPO 法人のね、僕らの一歩が日本を変えるの代表だったっていうね。僕らの一歩が日本を変えるって、この人この一件でね、自分の人生が変わっちゃうんじゃないかなと思いますけどね。バレないと思ったんですかね。いや、僕はね、これ甘いと思いましたね。これは小学校4年じゃなくてね、小学校3年だったらまだ良かったと思うんですよね。どういうことかって、小学校3年ならまだ賞賛があったんじゃないかな。ネズッチです。今日はですね、トランペッターの人と、トランペットとうまいことのコラボライブやってきます。YouTube で大人気のですね、MAX 村井さんが、なんと、CD メジャーデビューをするそうですね。すごいですね。プロデュースがなんと、石井達也さんということで、これはもう村井さんのところにね、激励の米がもうすごいことになるんじゃないでしょうか。ね、どの程度の人気になるのか。でもこれは分かりやすいかもしれませんね。メジャーだけに人気も測りやすいってね。ネズッチです。はい、妖怪ウォッチがすごいですね。なんか紅白にも、妖怪ウォッチが出るとかいう話もありますね。妖怪ウォッチっていうのは現代人の生活みたいなもんでね。そう、携帯いないと困っちゃう。天野啓太くんと携帯がいないと現代人は困っちゃいますからね。ジバニャンなんていうのも人気がありましてね。自爆霊なんですよね。だから長時間働くカメラマンみたいなもんですよ。そう、取り憑かれるってね。あとコマさんっていうのもすごく人気ありましてね。だから妖怪ウォッチっていうのは朝の通勤ラッシュみたいなもんなんですね。そう、コマないのは考えられない。ネズッチです。
マスさんがね、8週目でついに、20% 視聴率割っちゃったなんていうのが、ね、記事になってましたけど、それでも 19% 以上取ってますからね、相変わらずすごい人気だなと思いますね。なんかゲーム好きの人がよく見てるって言ってましたよ。うん。ウイスキーだってね。でもやっぱりね、まあ、ウイスキーのあの会社がモデルになってますから、皆さんね、毎日毎日ついつい見ちゃうんでしょうね。毎日見るのも日課になってるってね。ねずっちです。今日はこれから静岡県に行ってきまーす。はい、紅白歌合戦ね、出場歌手の方々、メンバーが発表されましたね。今年はなんと初登場、後藤久美子さんが出るんですよね。あれ？後藤久美子さん出たっけかな？あれ？HKT、メイジェイ、V6、薬師丸ひろ子さん、世界の終わり、あ、ごめんなさい。今回は5組が初登場するそうです。では、また。自撮り棒っていうのがね、なんか話題になってますね。なんか韓国ではもう大人気で、規制がかかるぐらいの人気だなんていう話が、記事に載ってましたけどね。自撮り棒って、まあ、こう、スマホでね、こう、棒にこう、くっつけて、こう、自分の画像を撮るみたいな、あれなんですけどね。自撮りっていうから、てっきり宮崎あたりで流行ってんのかなってちょっとね、一瞬思ったりなんかしてね。でもあれですよね、自撮り棒っていうのはそう考えると、朝起きたらまず、ミネラルウォーターを飲むような人みたいなもんですね。どういうことかって自ら取るってね。ねずっちです。まだ。はい、モーニング娘。の道毛さんがですね、卒業しましたね。12年間お疲れ様でした。ね、本当に長い間ね、グループを引っ張って、そしてね、支えていたわけですけどね。まずはね、ゆっくり、休養に入るということなんですけども、まずね、子供たちが大好きな、コトコト煮込んだ食べ物を食べてほしいですね。なぜって、精神的にも、シチューだったからね。あとね、サンマの塩焼きも食べてほしいですね。卒業だけにね、そこにすだちがあるってね。ねずっちです。今日は年に1回の漫才協会ビッグイベント漫才大会がやっております。はい、羽生結弦選手が NHK 杯にいよいよ出場しますね。まあ体調は万全じゃないですけども、もう今の現時点でね、できる最高の演技をしたいということを言ってました。まあ当然ね、僕は1位を狙ってくると思いますよ。ね、王子様みたいな顔してますけども、相当気持ちの強い選手だと思います。もう絶対1位しか頭にないと思いますね。名前とは違ってね、1位は譲るってことはないと思います。ねずっちです。まもなくですね、漫才大会第2部が始まります。整いました。はやぶさ2とかけまして、古い方の探査機と解きます。その心は小惑星探査機。ねずっちです。ということで、小惑星探査機はやぶさ2がですね、打ち上げ延期されていたんですが、12月1日に打ち上げ決定となりました。地球と火星の間にね、ある小惑星の内部の物質を取ってくる。これが目的らしいんですけどね。たくさんの八百屋さん。そう、つまりですね、多くの成果を期待しましょう。では、また。はい、インフルエンザがですね、例年よりも早く、流行っちゃってるみたいですね。嫌ですね。もう本当に嫌ですよ。僕も苦しんだことありますけどね。インフルエンザね、割とね、すぐ治る人っていうのは共通点があるらしいですね。僕が聞いた話だとね、スピード離婚する人っていうのはインフルエンザかかってもね、割とすぐ治るらしいですよ。すぐに熱も冷めてね、咳も抜けるってさ。ねずっちです。それではライブに行ってきまーす。女子のフィギュアスケート残念でしたね。グランプリファイナル誰も出ることができなかったですね。んー、だからやっぱりあれですよね。お笑いのネタをやってる時と同じでね、やはり間を必要としますよね。ねずっちです。やっぱり、まおちゃんね。まおちゃん待望論が出るでしょうね。僕の想像ですけどね。スケート連盟の方々は、こう、夜通しみんなでね、お酒飲みながら話し合ったと思うんですよ。ほんで、明け方になった時に言ったでしょうね。これは結局、二つの意味で、朝だって。ねずっちです。
今日は土浦に行ってきまーす。ジャボニカ学習帳のね、写真の表紙あるじゃないですか。あれから昆虫の写真がもう2年前からなくなったそうですね。なんでかなと思ったら、親とか教師がですね、気持ち悪いってクレームをつけたみたいなんですね。なんか本当、がっかりですよね。悲しいこと言うなと思いますけどね。まあ、そんなクレームね、昆虫だけに無視すればよかったのにね。ねえ、だけど本当に脱力するぐらい、呆れ返っちゃうぐらいのね、クレームだと思います。こっちの気分まで、拍子抜けてね。ねずっちです。では、また。ワンピースがね、2014年年間本ランキングで、1位になったみたいですね。すごいですね。これで7年連続の1位だそうですね。まあ、この人気に立ち打ちできるって言ったらもう、レジェンド葛西選手しかいないんじゃないですかね。なぜって？いや、だってどちらもジャンプの大看板だから。ねえ、まあ、葛西選手もね、毎日ジャンプ飛んでますし、少年ジャンプもね、どちらも習慣になってるってね。まあ、ワンピースの人気すごいですからね。みんなワンピースも、そして葛西選手も好きってね。ねずっちです。今日も茨城県の土浦に来ています。松岡修造さんのカレンダーが、10万部を超えてバカ売れしているということなんですね。やっぱりキャラクターですからね、熱いメッセージとか書いてあるとやっぱみんな読みたくなっちゃうんでしょうね。そのカレンダーなんですが、プリンセスが、マロンを食べるようなもんだということですね。つまり姫栗ってね、姫栗カレンダーなんですね。ちなみにそのお姫様はですね、すごく容姿端麗な、清楚な感じなんでしょうね。そうカレンダーってね。はい、ということで、先ほどですね、今年の新語・流行語大賞が決まりましたね。ダメよダメダメと、集団的自衛権の2つが選ばれましたけども、じゃあ2つで整えておきますか。整いました。ダメよダメダメとかけまして、 ABCD の次ってなんだっけと解きます。その心はいいじゃないの。ねずっちです。整いました。集団的自衛権とかけまして、怪我をした力士と解きます。その心はそこに球場が絡むでしょう。ねずっちです。ではまた。ということで、鉄拳さんすごいですね。ディズニーの映画のね、ベイマックス、この公式 PV に鉄拳さんのパラパラ漫画が採用されたということです。僕もパラパラ漫画大好きなんですね。もう心をこうわしづかみにされてね、揺さぶられるというかね、もう本当お寺みたいな気分になりますね。ジーンとしますよね。まるでね、博多に行ったような気持ちにもなりますね。泣かすよね、本当に。というわけで整いました。鉄拳さんのパラパラ漫画とかけまして、牛丼屋さんと解きます。その心は波出します、波出します。ねずっちです。今日はこの後とっても楽しみな収録に行ってきます。今年の赤ちゃんの名前ランキングっていうのが発表されましてね、今年女の子で一番多かった名前がひなちゃんとりんちゃんね、ひなとりんというのが並んで多かったそうです。男の子は何かというとですね、整いました。男の子で多かった名前とかけまして、ヨーロッパの街並みと解きます。その心はレンが多かった。ねずっちです。男の子はレンという名前が一番多かったそうです。ではまた。NTT ドコモの期間限定ウェブ動画でですね、3秒クッキング、爆速エビフライ編っていうのはですね、ものすごい動画の再生回数がもうえらいことになってるらしいんですね。もう本当に爆速の勢いで、再生回数が上がってるって言って、これね、見たんですけど驚きですよ。皆さんもちょっと見てみてください。本当にフライなのかってね、もうまさにね、ライナーなんじゃないかっていうような、そんな感じでしたね。もう言ってみればね、これね、全部実写で撮ってるって言うんですよ。だから、数の足りないアルファベットみたいなもんですね。AB はあるけど、CG がないってね。ねずっちです。この後、浅草東洋館の出番まもなくです。
Perfume の皆さんがですね、アメリカ公演、成功させたみたいですね。その記事が載ってましたけどね、成功の鍵になったのはですね、二つの変というらしいんですよ。普遍と変化ね。だから言ってみればですね、Perfumeのね、チケットみたいなもんですよね。買えるものと買えないものがあるっていうね。それがまあどっちもね、人気につながってるってことですよね。だけどね、俺、Perfumeってのはすごいですよ。一郎選手のバッティング技術みたいなもんですね。だってね、テクの凄さに驚きますってね。ねずっちです。今日はラジオに来ております。はい、はやぶさ2がですね、無事打ち上げ成功しましたね。ちょっと延期延期になってましたけども、でもすごいですよね。これ6年間行ってくるらしいですからね。だから宇宙へのね、ものすごいめちゃめちゃ悔やんでる、あ、ごめんなさい、大航海に出たわけですよね。まあ本当にね、いろいろと調査をするらしいですけどね、もう本当いろんなね、券売機、あ、ごめんなさい、発見がね、あるといいなと思いますね。このはやぶさ2ですけどね、まあ、昔の日本人が履いてた、ね、足元に履いてたものみたいなもんですね。そう、旅だったってね。ねずっちです。では、また。ペプシネックスゼロのね、長編映画のような、桃太郎のね、CM 第3弾が公開されましたね。もうあれ本当に素晴らしい CM ですよね。言ってみればスキーヤーがね、颯爽とこう滑ってるようなね、つまり、かっこいいってね。うん。まるで早稲田大学ね、そう、壮大な感じにもなってますしね。ぜひとも映画化してほしいなって思いますけどね。ただ一つね、僕ね、一個だけ個人的にね、まあ、お願いというかあれなんですけどね、ぜひお供に、亀を入れたらどうかなと思うんですね。やっぱ、ペプシだけにね、甲羅がよく似合うってね。ねずっちです。今日はこの後、ライブに行ってきます。はい、ね、カラコン姿がね、まあ、おなじみのローラさんがですね、カラコン外してですね、裸眼で、その写真をですね、公開したんですね。そしたらもうものすごく話題になりましてね、可愛いとか、天使だっていうね、ユーザーからの絶賛のコメントがたくさんこう寄せられたっていうのをやってましてね、不思議ですよね。だってね、そのコメントを寄せてるユーザーの方も、ローラさんに対して、コンタクトを取った。ねずっちです。今日はこれからゴルフの打ちっぱなしに行ってきます。はい、2016年のですね、北海道新幹線の開業に伴って、2015年中にですね、ブルートレイン北斗星が廃止になるという記事が載っていましたね。ちょっと寂しい気持ちもしますけども、なんかね、こう、寂れたパチンコ屋さんみたいな感じですかね。また一つ、寝台が消えるってね。ねずっちです。髪も伸びたんで、ちょっと切ってきます。伊勢エビがですね、脱皮する瞬間の動画が話題になってますね。皆さんもぜひ見てください。いやー、びっくりしましたね。伊勢エビってあんな感じで脱皮するんですね。まあ、言ってみればね、陸に上がってきたカッパみたいなもんですね。どういうことかって、川から出るってね。ねずっちです。どうだいこの野郎、いい感じだろ、バカ野郎この野郎。あ、すみません、エビだけに威勢も良くしてみました。ではまた。テレビ朝日のね、ドクター X、 すごい視聴率が高いんですね。初回から9週続けて 20% を突破してるっていう記事が出ていましたけどね。だからやっぱ病院を舞台にしてるから、視聴者の方もね、お、見ようっていう意思が出るんですかね。そういうことなんですかね。まあだけどね、本当に 20% を超えてるっていうことで、言ってみればね、ピアノの先生が音の調整をするようなもんですよね。どういうことかって、高視聴率、高視聴率ってね。ねずっちです。今日は越谷で仕事です。はい、ゴルゴ松本さんがですね、3年前からボランティアで、少年院に行って少年少女に講話を続けているという記事が載っていましたね。素晴らしいです。なかなかできることじゃないと思います。ゴルゴさんの話を聞いて元気になったことだと思います。一度はね、過ちを犯したかもしれませんが、少年少女たちには
周りを元気づける太陽のような人になってもらいたいですね。太陽というのは自分自身で光り輝くんです。そして何より恒星です。ねずっちです。ではまた。水沢アリーさんがですね、ヘアスタイルを変えてイメチェンをしたということが、話題になっていました。すごく美人になったとかですね、滝川クリステルさんみたいだなんていう絶賛の声が、続々とあるなんていう記事でしたね。イメチェンいいですね。言ってみれば飲み会の仕切りを変えるようなもんですよね。そう、漢字が変わるってね。ねずっちです。今日はこれから愛知県に行ってきます。元モーニング娘。の辻のぞみさんがですね、中澤裕子さんが第2子を妊娠されたことに対して祝福のメッセージをブログに載せたという記事が載ってました。中澤さんおめでとうございます。辻さん自体もですね、3人のお子さんを、子育てねしてる奮闘している主婦ですからね、きっとしっかりと主婦をやってるんでしょうね。やっぱり理屈が合う人と一緒ですよね。そう、辻妻が合うってね。うん。でね、また家庭ではきっとね、ひまわりみたいな存在だと思いますよ。だっていつもね、太陽の方を見ているってね。ねずっちです。では、また。バンクーバー、交響楽団のですね、指揮者の人がですね、スターウォーズの帝国のマーチですね、あれでですね、ライトセーバーをですね、ブンブン振り回すっていうユニークな動画がすごく話題になってんですね。本当にもう指揮者の人がノリノリになってね、いきなり真面目にやってたのがいきなりライトセーバー持ってブンブンやってっていう、それがすごく面白いんですね。まるでね、日本の季節みたいなもんですね。四季の移り変わりが楽しめますよ。うまい！ねずっちです。どうだっけ？いや、うまいですね。うん、もう、スターウォーズ的にフォースね。フォースね。フォースね。一ジェダイが気づいたね。一ジェダイ。AKB のですね、高橋みなみさんが、来年1年後に卒業するっていう記事が出てましたね。本当にね、グループを引っ張っていたもうリーダーですからね、お疲れ様というにはまだ1年ありますんでね、まだあれで早いかなとは思いますけど、本当にね、でもソロになってもね、より一層飛躍してほしいなって本当に思いますね。目指すところはさらなる高みな。うまい。ねずっちです。いや、どうだい？いやー、うまいですね。総監督しちゃうな。総監督しちゃうな。今日調子悪いみたい。調子悪いみたい。では、また。はい、イギリスの企業はですね、世界一黒い物質というのを開発したそうです。ベンタブラックというんですけども、これは光の 99.96% を吸収するそうです。これを利用してですね、望遠鏡とか、赤外線検知機なんかの性能が向上すると期待されていますね。僕個人としてはですね、目覚まし時計にも使ってもらいたいなと思うんですね。なぜって、どちらも黒くなってますってね。ねずっちです。今日は4ヶ月ぶりにゴルフに行ってきまーす。はい、今日はですね、久々4ヶ月ぶりにゴルフにやってきましてね、今ハーフが終わったんですけどね、いやもうね、ゴルフの方はホールインワンですよ、ホールインワン。これ別にね、ホールインワンを取ったってわけじゃなくてね、スコア的にパッとしないってね。ねずっちです。ではまた。はい、ということですね、Google がですね、2014年 YouTube ね、アップロードされた動画の中で、国内再生回数トップ10というのを発表したんですね。そうしたらですね、ミュージックビデオ部門でアナと雪の女王が上位 5位を独占したっていうんですね。しかも、トップ10のうち7曲がランクインという、まさに砲丸投げ、いやハンマー投げ、どういうことかって、圧倒的だなっていうですね。ね、映画に穴はいるけど内容的には穴がないっていうね、それで高い評価を。エルサねずっちです。アナとエルサが出たとこで今回の動画しまいにしまーす。はい、ということでですね、テラスハウスが、映画化するという記事が出ていましたね。今回ね、僕ね、これ個人的な多分予想ですよ、もう燃え上がるような恋愛模様っていうのが出るんじゃないかなと思うんですよね。どういうことかって、映画だけに劇場。
ネズッチです。ただいまですね、ネズッチの安全安心整いましたのロケ中です。はい、平井堅さんがですね、一般企業の忘年会にインド人に扮してこう乱入したっていう記事が載ってましたね。インド人ダンサーとともにですね、新曲のね、それでもしたいという歌をですね、ダンスとともに披露したということでね、まあダンスの方もインドだけに華麗だったんでしょうね。まあだけどあれですよね、見てたね、その企業の人はびっくりしたでしょうね。もう目ん玉ひんむいて驚いたんじゃないですか。不思議ですね。見てる方は瞳を閉じてないってね。ネズッチです。まもなく浅草東洋館の出番です。アメリカ海軍がですね、レーザーを使って標的を破壊する兵器の試運転に成功したっていう記事が載ってましてね、これ大丈夫なんですかって聞いたらね、二つの意味で平気だって、まあそう答えてましたね。まあアメリカ海軍はこれを器用に使いこなすんですかね。まあ目的としてはね、武器用なんですけどね。ネズッチです。まあでもこういった兵器を使わない世の中を僕は希望しています。ではまた。はい、高島正信さんがですね、役作りで19キロの減量に成功したという記事が載ってましたね。すごいですね。まるでメールを送るようなもんですね、送信ってね。ねえ、でも本当にダイエットを志してる人には本当に、羨ましいんじゃないでしょうかね。なかなかダイエットうまくいかないですからね、お好み焼きみたいなもんですね。そう、減らないと困るってね。ネズッチです。ではまた。はい、羽生くんスケートね、強いですね。怪我を乗り越えてグランプリファイナル、2連覇ですよ。これは日本の男子では初のことだそうですね。もう本当に完璧な強さですね。今んとこ羽生くんの強さっていうのは例えるとですね、円と三角の図形ばかりみたいな感じですね。わかります？そう、四角が見当たらないってね。ネズッチです。今日は宮田一門会のゲストに呼ばれてます。はい、総選挙もう予想通りですね、自民党の圧勝でしたね。これでもう絶対安定多数も獲得しましたしね。本当安倍一強の時代にこれからしばらく続くんでしょうね。しかし安倍総理っていうのはあれですね、趣味で空手かなんかやってたんじゃないですかね。だってね、政権好きってね。ネズッチです。今夜はライブに行ってきます。はい、選挙特別番組に、中継で出演した安倍総理がですね、番組キャスターの村尾さんをですね、名指しで、批判をして、質問を無視し続けたという記事が出ていましたね。その映像僕も見たんですけどね、確かにイヤホンを外してですね、まあ一方的に主張をしてるという感じだったですね。まあその映像、二つの意味でしかと見届けました。ねえ、でも安倍総理もね、なんか、まあ普通のスーツじゃなくてね、なんかドレスアップした格好だったら分かりやすかったのにね。え、どういうことかって聞かざるってね。ネズッチです。今日は CS 寄せチャンネル落語堂に行ってきます。はい、2014年のですね、タレント番組出演本数ランキングというのが発表されまして、なんと1位になったのが、国分太一さんだったんですね。653本というですね、すごい数ですね。1日に2本弱テレビに出てるということになりますからね。もう本当にちょっと一服なんてね、休む時間なかったんじゃないかなと思いますね。でも、それぞれの番組にね、一生懸命、向き合って、頑張ってらっしゃるんだと思います。そういった意味ではね、国分さんっていうのは2つの意味で時を大事にしてますね。ネズッチです。ではまた。Google の検索急上昇ランキング、今年の男性人物1位がですね、錦織圭選手だったんですね。まあ今年大活躍だったですからもう当然ですよね。でも Google と錦織選手、共通点ありますね。どっちもネット使ってサービスしますってね。まるで錦織選手ってね、おにぎりのポイントみたいなもんですね。どちらもテニスが大事ってね。ネズッチです。おにぎりを握るときに手にお酢をつけると、おぉ、殺菌効果もあって長持ちしますよ。では、また。
はい、マクドナルドのポテトがですね、今日の午前10時半からですかね、一時的に S サイズだけの販売になったんですね。これはですね、アメリカ西海岸の港湾労使交渉がちょっと長期化してるのが影響を出てるなんていう、記事が出てましたけどね。でもポテトの S サイズだけってことはね、餃子にね、お酢しかつけない人みたいなもんですね。酢だけ？S だけみたいなね。あとお酢も一緒に売り出すみたいなね。スモールね。スモールなんてね。どうですか？強引さが目に余るでしょう、今日は。ねえ、まあでもね、マックのポテトが、S だけという情報を我々は得る。ねずっちです。では、また。キャリーパミュパミュさんのですね、新曲問題ガールがドラマね、問題のあるレストランの主題歌に決定したという記事が載ってましたね。主題歌おめでとうございますね。キャリーパミュパミュさんね、なんか松坂牛みたいですね。言いにくってね、なんかこの言いにくいのもまた問題ガール。ねずっちです。今日は演劇を見に行ってきまーす。はい、スマイレージがですね、グループ名を変更したんですね。新しいグループ名がアンジュルムっていうね、これ天使を意味するアンジュっていうのとですね、涙を意味するラルムっていうね、合わせた造語だそうですね。でもなぜグループ名を変えたのか、その辺の解明も知りたいですね。ねずっちです。まもなくライブでーす。おぼかたさんがですね、検証実験の結果、スタップ細胞で、確認できなかったそうですね。まあ、この辺で区切りをつけるのでいいと思いますよ。ねえ、ずっとやっててもキリがないですからね。いや、キリがないというか、これはある意味、再現がなかったんですね。ねずっちです。では、また。はい、マドンナさんがですね、来年、発売する予定だったですね、アルバムがですね、どういうわけか、インターネット上に全曲流出してしまったという記事が載ってましたね。なんかこれはだいぶ前に盗まれた未完成のね、未完成の状態の、デモだということなんですけども、ぜひともファンの人には聞かないように求めているということなんですね。でもファンからしてみればね、どんなって感じでね、聞きたくなっちゃうんですけども、でも聞かないでってことらしいです。ねずっちです。今ねずっち散歩 Z のロケ中です。はい、JR 東京駅で、今日ですね、20日の朝、開業100周年記念の記念スイカっていうのが発売されたんですね。もう9000人以上が並んでですね、途中で混雑がちょっと激しくなって安全面を考えて販売を中止したと、また日を改めて売るということになったらしいですけどもね。寒い中待ったでしょうね。言ってみればマツコデラックスさんと特番の収録するようなもんですよ。うん、どういうことかって、待つこと長かったってね。うん、買うことはできた人はね、いいですけどね、買うことできなかった人は残念ですよね。いざという時のスペアみたいなもんですよ。どういうことかって、買えなくて残念ってね。ねずっちです。今日は土浦に行ってきます。はい、タモリさんがですね、お酒と麻雀を中学でやめたという、仰天告白が記事になってましたけどね。すごいですね。なんでもおじいちゃんとですね、小学校3年生の時から晩酌に付き合わされて、食後は麻雀をやらされたっていうんですけども、これね、小学校で飲み始めて中学でお酒をやめるって、これ、飲んでたお酒はやっぱり小中ですかね。でもね、麻雀つって小学校の時ですからね、まあ、あの時代だから手積みだとは思うんですけど、ある意味自動雀卓ですね。ねずっちです。今夜は土浦影武者に出ます。はい、理化学研究所がですね、おぼかたさんの検証実験正式な打ち切りっていうのを発表しましたね。何でもおぼかたさんは理化学研究所を退職するという話みたいなんですけどね。まるでこれ汚職を辞めた政治家みたいなもんですね。どういうことかって、どちらも利権から離れるってね。ねずっちです。ではまた。整いました。鉄&トモとかけまして、インドカレーの食べ方とっときます。その心は何でだろう。
ねずっちです。鉄友さんがですね、11月の営業の数が24本というですね、記事が載ってましたね。これは鉄友さんの過去最高記録を更新したそうです。すごいですね。同じ芸人としてもね、月24本というのは尋常じゃない数ですよ。本当言ってみればね、惑星探査機がある星からこう飛び立つみたいなもんですね。どういうことかって火星出るってね。ねずっちです。今日はそんなテストモさんとディナーショーに行ってきます。はい、インドの北部でですね、感電して意識を失った猿を仲間の猿が助けたというニュースやってましたね。すごいんですよ。ピクリでも、ピクリでも動かないんでね、噛みついてみたりとか、水につけてみたりとか、こう少々ね、トイレ、あ、ごめんなさい、手洗いね、方法で、まあ、これが功を奏したのか、意識を取り戻しましてね、見てて集まってた、こう、見物人はですね、もう大きな出来上がり、あ、ごめんなさい、歓声とね、拍手をしたというニュースやってましたね。まあ、見物人はたくさんいたんですけどね、猿のやった行動は救命だった。ねずっちです。では、また。はい、ゴルフ人口が激減しているという記事がありました。2011年、までの15年間で、約 40% も減少してるんですね。僕は去年ゴルフを始めたんでね、こんな面白いスポーツあんのかと思ったんで、盛り上がってほしいんですけどね、ほんと禁煙してる人みたいなもんでね、衰退は嫌だってね。うん。でもゴルフってね、話変わりますけど、ブラジャーみたいなもんですよね。だって、良いショット寄せてパッとして、最後にカップに収めるってね。ねずっちです。今日はまず、ジムに行ってきます。宮根誠司さんがですね、肉体改造に成功したという記事が載ってましたね。肉体改造トレーニングをしてですね、もう盛り上がった胸筋ね、そしてシックスパックの腹筋を手に入れたということでね、この写真はですね、ゲーテ2月号で披露されてるということなんですけども、まあでもね、シックスパックの腹筋っていうのはすごいですよね。51歳ですから、しかもね、宮根さんは。まあ言ってみればですね、会計し終わったみたいなもんですよね。どういうことかって腹割れてるってね。ねずっちです。まもなく本番で。驚きましたね。吉田沙保里選手が全日本選手権でまた優勝しましてね。個人の連勝記録192連勝ですよ。何なんですかこの強さは。本当に、決勝の相手の浜田選手もですね、世界女王なんですよ。それを53秒で、勝っちゃったっていうですね、もう本当、誰も勝てないんじゃないかなと思いますね。言ってみれば漢文みたいなもんですね。どういうことかって叶わないってね。ねずっちです。今日はですね、ケーブルテレビの忘年会に行ってきます。はい、ふなっしーがですね、ジー・アルフィーさんのコンサートのゲストに呼ばれて、2メートルの高さのステージからこう転落したという、記事が出てましたね。でも一夜明けてですね、ふなっしー自身がツイッターで、大丈夫と、安心してとい う呼びかけをしたということですね。まあ、大事に至んなくてよかったですよね。ふなっしーだけにね、心配の方もなしと、いうことなんですけども、まあでもふなっしーっていうのはね、なしをください、お願いします、なしをくださいっていうようなもんですよね。どういうことかって、梨の妖精ってね。ねずっちです。ではまた。はい、メリークリスマスということで、今日はクリスマスですね。クリスマスっていうのはね、ハラミ、ロース、レバー、どれ食べるみたいな感じですね。どういうことかって、サンタクロースってね。サンタクロースとね、トナカイっていうのはすごく仲がいいらしいですね。うん。二つの意味で、反りが合うってね。ねずっちです。素敵なクリスマスをお過ごしください。はい。日産自動車のですね、軽自動車、デイズのプロモーション動画っていうのはこれすごく話題になってんですね。展示されているデイズに触れた瞬間にね、変身しちゃうんですね。これがですね、0秒生着替え、触れたらいきなりシンデレラっていうらしいですけどね。もう本当に魔法にかけられたような演出になってますんで、ぜひ皆さん、見てくださいね。言ってみればね、メールを返そうと思ってこう書いて、最後送信ボタンを押すようなもんなんですよ。どういうことかって、触れた瞬間に変身ってね。ねずっちです。
あとはあのデイズに触れた瞬間にあの静岡に行っちゃうっていうのもいいかもしれないですね。これはね、触れたで伊豆ってね。ねずっちです。今日は TBS ラジオの収録に行ってきます。音声アシスタント機能 Siri がね、これすごいっていうですね、記事が載ってましたね。サンタはどこにいるのって例えば聞くとですね、みんなの心の中にいますよ、大抵は北極にいますけどね、なんてね、もう夢を壊さない満点の回答が返ってくるっていうね。他にもいろんな質問ね、こう、クリスマス寂しいとか言うとね、あなた以外にもね、たくさんの人がそういうことを私に言ってきますよ、気休めになるかどうかはわかりませんがとかね、もうバリエーションがとにかくすごいんですね。もうSiriがあったら退屈しないですよね。出会ってよかったね。そう、二つの意味でSiriあってよかった。ねずっちです。ではまた。はい、東出雅宏さんとアンさんがですね、元日に結婚するそうですね。言ってみればあれですよね、東出さんっていうのは、肉まんみたいなもんですよね。どういうことかって、アンを優しく包んでるってね。ねえ、まあ肉まんみたいに本当熱々なんでしょうね、二人もね。結構のろけたりなんかしてるかもしれないですよ。で、のろけ話を聞いて周りの人は言ってるんでしょうね。ごちそうさんってね。ねずっちです。今日はラジオねずっちの浅草芸人堂です。はい、ももクロちゃんがね、クリスマス公演をして、田中将大投手と共演したっていう記事が出てましたね。まあ、ももクロちゃんっていうのはね、平日ね、A 面しか開放しないグランドをね、土日は B 面も開放するっていうね、つまり、週末ヒロインですってね。まあ、言ってみれば、ももクロちゃんっていうのは、桃太郎と一緒ですよね。すべては川上から始まったって、マネージャーさんが川上さんって有名な方いましてね。まあ、とにかくね、田中将大投手との共演ですよ。だからゆったりとしたテンポで、ももクロちゃんが会話するみたいな感じですね。どういうことかって、ももクロ、まあ、あくんです。ってね。ねずっちです。少々強引ですが、また。非正規雇用労働者がですね、初めて2000万人を突破したという記事が載ってましたね。女性の場合はですね、サイズの合わない靴、派遣ね、派遣がすごく増えたっていうことでね。で、男性の場合は何かっつったらね、家で食事をする、食卓ね、退職してもう一回再雇用っていうパターンが増えたっていうのをやってましたね。でもね、やっぱり安定して働きたいですよね。言ってみればランチタイムみたいなもんですよ。そう、定食を求めるってね。ねずっちです。この後打ち合わせをした後にライブです。黒田投手がですね、8年ぶりに広島カープ復帰だそうですね。いや、これは嬉しいですよ。メジャーでだって争奪戦になってるピッチャーですからね。パドレスなんか一説によると21億円の年俸をね、用意してるなんて報道もあったぐらいですから、お金じゃなくてカープ愛を取ったんですね、この男気ね。まさにですね、名前の通り広き心に感動します。もっと言うならね、もうプリプリのお尻みたいなもんですね。そう、決断力がすごいってね。ねずっちです。今日は落語家の三笑亭歌文さんとの二人会です。はい、フィギュアスケートね、全日本選手権、羽生選手が3連覇ですよ。もうしかも2位に35点ぐらい差をつけたっていうね。いや、もう本当に強いですね。もう国内じゃもう敵いないですよね。言ってみればね、閉店してるお店みたいなもんですよ。どういうことかって、相手いないってね。ねずっちです。今日は群馬県でロケをしてまーす。妖怪ウォッチのね、LINE スタンプっていうのがね、出るという記事が出てましたね。もうほんと社会現象になるぐらいの人気になってますからね。でも妖怪ウォッチっていうのはあれですよね。アルプス地方の歌唱法みたいなもんですね。どういうことかって、ヨーデルヨーデルつってね。ちょっとベタですけど、また。はい、有馬記念ね、ジェンティルドンナが見事引退レースを白星で飾りましたね。まるでのび太くんが優等生になっちゃったみたいな感じですね。つまり優秀の美ってね。ね、まあでもフラッとね、入った飲食店が美味しかったみたいな感じでしょうね。うまかったってファンの人は喜んだでしょうね。僕の友達もね、ものすごく競馬にハマってるやつがいましてね、そのハマり具合たるやですね、まるで有馬記念と一緒ですよ。重賞ってね。ねずっちです。今夜はライブでーす。
すごいニュースありましたね。ブラジル人女性がですね、自分のあそこに毒を塗ってね、で、夫との営みの時に、夫を服毒死させようっていうのがあったらしいんですね。で、夫はね、途中で気づいたらしくて、事なきを得たんですけども、毒の大半がね、女性のあそこの中に吸い込まれたと思って病院に運んだんですね。で、妻はまあ、妻を助けたんですけども、殺人未遂で刑事告発をするというですね、恐ろしいですね。そんなことやるんだなと思ってね、これはまさに、世紀の大犯罪です。ネズッチです。ちょっとアダルティックなネタでしたが、また。はい、12月30日ですね。今年もあと2日です。ねえ、なんか12月に入ってからですね、体のあちこちが痛いんですよね。うん、2つの意味で、年のせいってね。ネズッチです。では、また。はい、今年も残すことあと1日ですね。12月31日です。まあ、言ってみればね、ラーメン食ったら、お、思ったと味が違うみたいな、お、味噌かみたいなね、感じですけどね。まあ、言ってみればこだわりみたいなもんですかね。いずれそれが新年に変わるってね。ねずっちです。では、良いお年を。